私は見たことがあります。あなた方が町の門のそばや家の路端で、あなた方が言っている自由とかの前にひれ伏してそれを拝むの、まるで奴隷がこの身を裂かれてもなお暴君をたたえてやまないように。ああ、私は見たのです。一番自由であるはずのものが、そのいわゆる自由をちょうどくびきか足かせのように身にまとっているの。私の心は痛み、血を流します。なぜならあなた方が自由になれるのは、その自由を求める心さえ鎧だと感じ、自由を究極の目標として語るのをやめる時だけ本当に自由になれるのは、日々の労苦、よいよいの窮乏、悲嘆が消える時ではなく、むしろ生きているあなた方を、それらが取り巻いていても自由で縛られず、またそれらを超えて立っている時、しかしどのようにその日々余裕を超えて立っていられましょう。もしあなた方の分別の夜明けに自分の膝刈りの周りに巻きつけてしまったその鎖を打ち砕かないならば、まことにあなた方が自由と呼んでいるものは、この鎖の中でも最も手強いものの一つ、たとえその輪が陽光にきらめき、あなた方の目をくらまそうとも。自由になろうとして自分の体から払い落とそうとしているもの、それはあるいは あなた方自身のひとひらではありませんか。あなた方が抹殺しようとしているものは不正な掟かもしれません。でもそれはもともとあなた方が自分たちの額に自分の手で書き込んだもの。お
き手の書を焼き捨て、裁き手たちの額を洗おうとして、たとえ大海の水を注ぎかけてもそれを消し去ることはできません。暴君を廃絶したいというならまず見てください。あなた方自身の中に据えられてきた暴君の玉座が砕かれたか否かを。なぜならどのような専制君主といえども自由な者、誇り高き者たちをどのようにして支配できましょう。その先生が彼ら自身の自由に、そのお辱が彼ら自身の誇りに及んでいないならば、あなた方が捨て去ろうとしているもの、それが煩わしさというものなら、それは自分で選んだもの、無理に背負い込まされたものではない。あなた方が払い落とそうとしているもの、それが不安だというなら、その不安の座はあなた方自身の中にこそあり、不安を与える者の手のひらの中にではない。まことにこれらのすべてのことはあなた方の存在の中で絶えず包み合って揺れ動いています。望んだもの、恐れたもの、恨み嫌ったもの、愛しんだもの、追い求めたもの、そして逃げたいもの、これらのものがあなた方の中で動いているのです。光と影のように絡み合い、対になって、やがて影が消えてしまっても、次には滞ってた光が他の光の影となります。こうしてあなた方の自由がその足かせとなるものを失うとき、今度はその自由自身がより大きな自由にとっての足かせと